いやー、これは個人的に私は非常に楽しみなんですが、海野さん、はい、第6試合はこれ藤原義明とアブドラザ・ブッチャーなんですが、珍しい顔合わせになりましたね。カードも一騎打ちもあれですね、なかなか組めないカードじゃないですか。場内もこれ湧くでしょう。もう最初の入場の時からかなり、たくさんエキサイトして、はい、いいですね。入場の時から湧く選手が一騎打ちできるというのは、いいチームだと思います。はい、ただこの2人のスタイルが噛み合うかどうかというのはこれまたポイントでね。でもまたそこも面白いところだと思うんですけど。面白いところ、そうです、実際見てね。もう噛み合わない同士が戦うというのもまた一つの面白い試合だと思うんですけども。はい、ブッチャーがちょっと顔を歪めました。そして藤原です。藤原組組長、そしてブッチャさん、はい、まあ肩腕いずれにしても関節を取ったらこれブッチャー分がありませんからね。ちょっとあれですね、もう関節取られたら多分藤原さん有利ですね。重々承知でしょ。そうですね、だから取られないように離れて、はい、を取っていたんですけども、はい、藤原さんはそれでも上手いですからね。うん、カウンターでの脇固めなどを狙っているわけですが、これはどういうことですか。かなりエキサイトしました。なかなかブレークしなかったんで、藤原ダメ出すことだというふうに注意をしたんですけど。なるほどなるほど。序盤はブッチャーの地獄好きなどもありましたが、ちょっと藤原ペースになってきました。さあ、これでブッチャーが自分でペースを握りますか。藤原下、いやいいでしょう。エルボー、重さがあります。これでようやくブッチャーペースか。空で返します。10分経過。フォークですね。しかしフォークを使わせませんでした藤原。逆に今取り返しましたね。自分で使おうとしたフォークで自分がやれるという、なんとも墓穴を掘ってしまいましたブッチャー。かなりの出血です。一発。さあ、これはここからが凄惨な戦いになるのかどうか。ロープリオン、ボディアタックから珍しい。カウント3つ入りました。一言お願いできますか。あとブッチャーオナーズに叩いたんですけども、この後ギガッと届くのって一瞬やってるんですが、あれはもう3カウントですね。はい、藤原が勝っています。藤原が勝っています。ブッチャーとしたら何かイライラの残る試合かもしれません。この表情は藤原です。